セネガル北部の地質図。ゲエコは白色の粘土と泥街道からなる土壌が広がるエリアの北西部にある低地に形成されている。ゲエコはセネガル川の河口デルタ地帯の内陸に形成された淡水湖。セネガル北部に位置する。ゲエコはバラ色の湖の呼び名で知られるレトバ湖ほどには有名でないがセネガルで最大の湖である。 湖城にいるアクタファイルアニツギエコは、モーリタニアの国境に近いリシャールトルの町から 10km ほど南西へ行った場所、大西洋岸の三類の町から東へ 64km ほどの場所に位置する。セネガルの行政区分場は、三類州とルガ州にまたがるエリアに存在する。ギエコの形は南北に細長い略四角形。成15度25から16度の間、かつ、 北緯15度40から16度25の間に位置する。ギエコは天然に形成された南北5 0トルの長さに及ぶ細長い低地の中心に位置する。そのうち3 5トル分をギエコが占める。ギエコの東西の幅は最も広いところで約8トルである。サヘル地帯の湖の多くがそうであるように水深は浅く。 最も深いところで2.5メートルもない。平均水深は1.3メートルである。世界故障環境委員会によると、水深の浅いギエコは同様の条件を持つチャドと多くの共通点を見出せる。ギエコの水はフェルドに降った雨を集める枯れ谷により、南端から流入する。ギエコは、セネガル側に、タウエウンガという短い流路を介して接続しており、ギエコから、 水が流出するルートはここのみである。田植え運河はフランス植民地時代に人工的に建設された運河である。ギエコの水量と水面積は1931年に湖の水を使った考えが開始されて以来減少している。ギエコの面積は出店によってかなり差があるが2018年の出店で170平方キロメートルである。 2001年の出展で面積300平方キロメートル、水量6億立方メートルである。ギエコのほとりに立つメリナゲントリでギエコはタクルール、ワーロ、ジョロフといった王国の攻防の歴史の舞台でもあった。ギエコの西岸にはワーロ王国の首都が置かれたこともあった。ワーロ王国の都があった場所は現在はデルという村になっている。 1760年頃のジャンイコール,バチ,バ,ル,コココールバチストラバにより描かれたセネガル川流域の地図、ゲイコは18世紀にドミニコ海修道し、ジャンイコールバチストラバにより書かれたセネガルの地史によると西アフリカの牧畜民プル人にパニエフルあるいはパニアフリの名称で呼ばれていたようである。ただし、ラバ自身はアフリカに旅したことはなく地史の内容はセネガルに赴任した。 フランス植民地官僚からもたらされた情報に基づく。タウエ運河を経由して、海水混じりのセネガル川の水が、ギエコに逆流すると、ギエコの塩分濃度が高くなるので、1916年にタウエ運河にダムが建設された。ギエコの水は、この地方の飲料水になるだけでなく、ダカール首都圏の飲料水にもなっている。2001年時点の計画で、将来的には、 セネガル全体の飲料水需要の50%をギエコの水で賄うことが構想されている。ギエコの水は1931年から考えに利用されるようになった。ギエコの南にあるコミューン、グニスト、クルモマルサルに立つ工場群まで 300km もの長さに及ぶトンネルが掘られており、ギエコの水が工業用水としてポンプを使って組み上げられている。 1970年代にセネガル水道社が設立され、2004年に機能が拡充された。これにより人口が減少しているこの地方の戦略的重要性を強化することが期待された。しかしながら主々の経済活動が同時に無秩序に行われている。ギエコに面した地帯は反砂漠気候に属しているため、伝統的には牧畜が営まれていて、 非常に肥沃である。同地帯からリシャールトルまでの地帯には、セネガル製糖社が運営する、砂糖キビ畑がある。また、米とサツマイモも栽培されている。芸工においては、魚郎も重要な経済活動の一つで、年間2000トン近くを水揚げする。ありがとうございます。